星がキラリ、いいものキラリ、キラリが行く大見レポート、ジャパンホーム&ビルディングショー2020。私は新米建築士のキラリです。最近いろいろな施設で細菌やウイルスの対策が注目されているのよね。ん？ジャパンホーム&ビルディングショー緊急企画、細菌ウイルス対策特集？大研も建材を出品するの？キラリ緊急出動です。大研、大研、あった手が触れる場所にビオタスク？こんにちは、キラリさん。びっくりした！ビオタスクって何ですか？ビオタスクは大研独自の抗ウイルス機能の名称です。製品表面の抗ウイルス剤が特定ウイルスを減少させます。抗ウイルス剤なんだ。キラリさん、ご覧になりますか？え、見れるんですか？ビオタスクの抗ウイルス剤を可視化処理したものをマイクロスコープで見てみましょう。まずはないもの。こちらがビオタスクを付与したもの。いかがですか？あ、オレンジの点々がありますね。このオレンジの点々一つ一つが抗ウイルス剤です。これが特定ウイルスを減少させるのね。はい、ビオタスクには SIA 抗ウイルス認証を取得した製品もありますよ。 SIAA は適正で安心できる抗菌・抗カビ・抗ウイルス加工製品の普及を目的としてできた団体です。2020年9月に大研工業の一部製品でも SIAA 抗ウイルス加工の認証を取得しました。ますます信頼できる機能ですね。では各製品をご紹介しましょう。まずは修正剤カウンターです。キッチン前や洗面カウンターにいいわね。カウンターは何層にも重ね塗りしているのですが、このトップコートの部分に抗ウイルス剤が配合されております。抗ウイルス加工に加え、水がかりに配慮した仕様やイージーオーダー対応など幅広い対応が可能です。次に手すりです。公共施設とかの感染対策って特に気になっているんです。多くの人が手に触れる機会の多い手すりですからね。握りやすい加工もしていますよ。確かに握りやすそう。そして最後はハンドルです。デザインがいいじゃない、このハンドル。ありがとうございます。衣装性にこだわったハンドルにも抗ウイルス機能ビオタスクを付与したものをご用意しております。しかもこのハンドル、このように腕を使って開けることができるんです。これは便利、しかも手で触れないから嬉しい機能だわ。その他にも手が触れる場所にご覧のようなビオタス機能を付与した製品を多数ラインナップしております。詳しくはダイケンのホームページをご覧ください。専用カタログや動画で分かりやすくご案内しております。健康への安心につながる抗ウイルス製品を採用するって大事なことよね。メール会員に入っててよかった。施設設計に役立つ情報がいっぱいの大研メール会員、おすすめですよ。